現在タイランド湾からカリマンタン島にかけて大陸方が広がっている表記の海岸線。サフールランドをなす、大陸方とスンダランドをなす、大陸方の間にワラセアという陸地がある。アボリジニの先祖たちはこの群島図体にサフールランドへと渡っていった、スンダランドとは、現在タイの中央を流れるチャオプラヤー川が表記に形成した広大な中石平野の故障。 スンダランドと想定されている範囲は、現在では、タイランド湾から南シナ海へかけての海底に没し,しており、マレー半島東岸からインドシナ半島に接する大陸方がそれにあたる。表記に、海面が100メートル程度低くなり広大な平野であった。最近では、紀元前7万年頃から紀元前1万4千年頃にかけてのビルム表記には、陸地であった。 紀元前12000年頃から紀元前4000年にかけて約8000年間にわたる海面上昇により海底に没し,した。オセアニアにもオーストラリアとニューギニアの間に海面下に沈んだ平野がアリサフルランドと呼ばれている。モンゴロイドの南方紀元説によると広大なスンダランドはモンゴロイドの故郷とする説がある。それによるとスンダランドに住んでいた。 現世人類が紀元前5万年頃から一部が北上しモンゴルやシベリアにまで広がり、徐々に寒さに適応して新モンゴロイドになり、さらに彼らの一部はシベリアから陸続きになっていたベーリング海峡を越えアメリカ大陸に広がっていったとする。これは古モンゴロイドとされる縄文人が新モンゴロイド優勢の東アジアの他集団と異なり、 スンダランド型の熾列を持つものが多いという特徴があるためである。一方、尾本恵メグミ氏や崎谷・ミツルなどの分子人類学者は、で、アフリカ後の東アジアへの人類到達は、ヒマラヤ山脈の北方を経由したとする、北タルート説を唱えている。サキタには著書において、ミトコンドリア DNAY 染色体といった分子人類学的指標、 旧石器時代の石人技法という考古学的指標、成人 T 細胞白血病ウイルスやヘリコバクターピロリといった微生物学的指標のいずれにおいても東アジアの人集団は北ルートから南下したことを示し南ルートからの北上は非常に限定的であったと述べている。この説が正しいとすればモンゴロイドのスンダランド起源説は完全な誤りということになる。なお、 で、アフリカと南ルートで、東南アジアに至ったオーストラロイドは、スンダランドと陸続きになっていた、ジャワ島やバリ島から海を渡り、オセアニアに移住した。同様に、同じ時期に、世界の数カ所、同じような場所がある。ありがとうございます。